カルロラリーに出場した僕とミチはアルプスの山岳地帯に差し掛かった。聞き死に勝る難コースだ。雪のため視界はほとんどゼロ。ナビゲーターのミチの指示だけが唯一の頼りだ。モンテカルロまであと500キロ。その間に減点で失格しなければあさって最後のスピード競技に出場できる。出場者じゃないぞ。右腕を怪我している。ドランプ1個破損、1個脱落。エンジン封印不完全、減点300。この車は失格だ。全ライト OK、 バックミラー OK。 お、これはどうしたんだ。これも違うぞ。これも違うわよ、みんな関係ないわね。これも違うしな。こんな人じゃないわ。ピストルを突きつけてこの車でモンテカルロまで送らせたんだね。時間と場所から見てフランスの銀行を襲った凶悪犯に違いないはずだ。あの人だわ。本当だ、あの男だ。うわ、何か書いてあるわ。モンテカルロホテルに滞在中のファストバック博士はルーレットで勝ち続けている。またもや13番、13番です。13番。なんてことです。どうしてこう
さあ、それではよろしいですか。賭けを続けますよ。よし、わしは20だ。さあ、皆さんどんどん賭けてください。よしと、今度は26番だ。チップを13に置いてくれたまえ。はい。さあ、皆さんよろしいですか。では、回します。さあ、頼むぞ。15番。それ、はい。13番です。13番だな。不思議だ、不思議だね。3番だよ。ファーストバック博士。失礼します。私は警察の者ですが。警察が私に何の用かね。今ついているんだから急いでくれたまえ。僕を覚えているでしょう。アルプス山中で。さあ、一向に知らんねえ。皆さん、この少年は何か人違いをしているようですな。私は明け方までここでルーレットをやっておる。昼頃はホテルで白川夜船だ。この少年はアルプスで手配中の凶悪犯にあったのですが、その人相が博士にそっくりだというので。ああ、なるほど。君、この次から人を犯人扱いするときは指紋とか何か証拠になるものを持ってきた方がいいね。証拠はあるわ。おお、今度は威勢のいいお嬢さん。何ですかな、それは。乱暴はよせ。犯人は右腕に怪我をしてたわ。そうだ、あなたの右腕を見せてください。こうかね。話すことがお済みのようですな。でしたらここから出てってもらいましょう。裏だ。明日は気をつけるんだな。さあ、皆さん、つまらんことで時間を食ってしまった。ゲームを続けましょう。いらっしゃいませ。ファストバック博士の部屋は。また何か証拠が見つかったのかね。そのことじゃないんです。博士がなぜルーレットで勝ち続けているのか、その秘密が知りたくて。人間物事に興味を持つことはいいことだ。私も何にでも興味を持つことにしとるんだよ。あ、ファーストバック博士、失礼しました。申し遅れましたが、僕は私は自動車レースにも興味を持っておる。君のこれまでの経歴は全部知っておるんだ。だから君は自己紹介する必要は全然ない。なら僕としても好都合です。実は明日のモンテカルロラリーのことで。君の話そうとしていること、それに明日のレースに絶対勝ちたい気持ち、私はすでに見通しだよ。さあ、かけたまえ。ルーレットを自動車ラリーに取り入れようとする気持ち、ほら、なかなか大したもんだ。確かにラリーに勝つためにはあらゆる計算が必要だ。しかし君の知能指数では取り入れても無理だね。私ならいざ知らず。つまりルーレットに勝つ秘密は、その機械の癖、それを扱う人の癖、その時のコンディションなど綿密に計算すれば、次に何の目が出るか正確に言い当てることはできるのだ。これが計算だよ、君。するとその場で計算するわけですね。さよう。複雑な計算がそんなに早く。君、わしの知能指数は280だよ。私は何でもすぐ分かる。例えばさっきのルーレットで2万ドル損した男がいたね。あの男はもう借金で首が回らなくなっておるはずだ。そして今頃はそろそろ。はあ。もしもし。ああ、そう、そうか。今話しとった男がとうとうモンテカルロ湾に身を投げて自殺をしたそうだよ。わしの計算通りじゃないか。ああ、今夜は少々蒸すようだな。失礼して上着を脱がしてもらおうか。その腕の傷は。昨日は送ってもらってありがとう。いかにも私は手配中の凶悪犯だ。わしほどの者が自分の才能を遊ばせておくと思うかね。
今までに世界中に起こった迷宮入りの強盗事件や宝石紛失事件は全部このわしがやったものと思えば間違いはない。昨日私はちょっと小遣いが欲しくなってな、ここをフランス銀行へ行ったんだ。僕の足の長さは計算に入れなかったんですか。私のトランプの技術も君はまだ分かっておらんようだな。レスリングも心得ておるぞ。やるか君、私は柔道四段だよ。さあさあ、昨日はちょっとした計算違いだ、だが大したことはない。いや、私はアルプスまで車で行き、そこでラリー出場の車を見つけたんだ。それが君の車だったってわけだ。いかに君が万能でもフェンシングは使えんだろう。行くぞ。決めても無駄だよ。下から持ってくる。野郎、止まれ。
事務刑事、こちら三船郷です。例の凶悪犯人はファストラック博士です。確かな証拠をつかみました。犯人はモンテカルロホテルに。あ、もしもし、郷君どうした。もしもし、どこ行っちゃったんだろう。もうすぐスピードレースが始まるっていうのに困っちゃうわ。ああ、うん、ゴーニーちゃん遅いな。ああ、せめてサブちゃんでもいてくれたらね。私メカニックに弱いから整備ができないのよ。サブちゃんは自分がナビゲーターをやるつもりだったのに道姉ちゃんに取られちゃったんで怒ってんだよ。ああ、早く来てくれないかな。何してんだろう。時間が気になるかね。まもなくレース開始の時刻だ。だが心配はいらんよ。レースは中止になるからな。何？そうだ、テレビが中継をやってるはずだ。一緒に見よう。モンテカルロラリーの最後を飾るスピードレースがまもなく開始されます。今のところ減点ゼロはゼッケン5番のマッハ号だけですが、どうしたわけか三船選手はまだ姿を見せておりません。ただいまから給油が行われます。各社に規定量だけのガソリンが供給され、それによってレースが行われるわけであります。8時30分か。わしの計算通りだ。あっ、爆発事故、事故です。大変な事故です。もちろんレースは中止にならなりましょう。あっ、ミッチー。事故か。じゃあこれはお前の。いかにも私がやったんだ。いや、これはほんの小手調べの実験だ。ガソリンがなくては車は走れまい。もしこの世界からガソリンがなくなればどうなると思うかね。つまり自動車、飛行機など電車を除く全ての交通機関がストップをしてしまうんだ。世界にはあのような製油所が方々にある。アメリカに293、ソ連に64、イギリスに17、全世界で640あるわけだ。640ぐらいの製油所を一度に爆破することぐらい私にとってはたやすいことだよ。じゃあお前は。今日の正午に私は全世界の製油所を爆破する。しっかり正午にだ。はは、愉快じゃないか。世界中の大混乱を見るのはな。なんて恐ろしいことだ。お前は気違いだ。私は気違いではない、天才だよ。君は私の計画を知ってしまった。残念だが世界に混乱が起きるのを君は見ることができんのだ。うわっ、くそ。レースが中止になってよかったわ。何してんだろこのやつ。事故のニュースはどこかで聞いたはずなのに駆けつけてこないなんてどうも変だわ。待てよ、博士はフランスで銀行強盗をやった後アルプスでマッハ号に乗ったんだな。なぜそんな回り道をしたか、そこが臭いな。あ、そうか、博士の本拠はアルプスにあるんだよ。道でかしたわサブちゃん。右折、100メートル行って左折、60R、立ち木に注意。やっぱりナビゲーターはサブちゃんに限る。直進、200メートルで標識があるはずだ。この辺りだわ、博士に会った場所は。はっ、私の計算通りにやってきましたな。君たちもなかなか大したものだ。客人として迎えるにふさわしい。
君たちに全世界の製油所が爆発する様子を見せてあげよう。おおっとっと、その前にコマーシャルだ。ゴー、ゴー、しっかりして。もうすぐ楽にしてやるよ。こんにちは、助ける方法ないから。トランクにいる坊やにさる、出てこい。耳使った、どうしよう。ミッチー、今だ、キズモ号だ。しまった。さあ、猿を撃つことで。諦めよ。あ、閉めた。うん、いいぞ。うわっ、このペイさあ、持ってけ、時限爆弾。そら、早くしろ、うまいぞ。食べちめ。うん、ノー、ミッチ、どうやらキリがなさそうだ、引き上げよう。サム、クリオ三兵、脱出だ。オッケー。サブ、こっちへ来い。ゴーのやつ、爆弾を乗せて脱出か。1分後にはアルプスの粉雪だ。あ、サッペ、そいつを捨てるんだ。まもなく爆発か。15秒10秒5秒1秒0。ラリーは最初からやり直しになったな。今度はサブがナビゲーターだ。しっかり頼むぜ。任しとき。事件は解決した。さあ、レースだ。頑張ってな。マッハ号出発よ。待ってちょっとサブちゃん、どいてどいて。え、ちょっとどいてよ。ナビゲーターはやっぱり元の人じゃなきゃいけないんですってさ。ほら、ガーちゃん。どうもインチキ臭いな、ミッチーめ。あー、しまった、いっぱい食わされた。待てーミッチー、このインチキ待てー。バイバThank you.